おはようございます。囲碁騎士の三村智康です、えー。今回は AI カンニングの話をちょっとしてみたいと思います。まあ、あんまりその、うん、明るいテーマではないんですが、結構大事なことだと思うので、将棋でね、2016年に有名な事件がありましたよね。著名な方がその疑われてね。でその時にですね、私がですね、思ったのはもう絶対あるわけないじゃん。 そんなことやるわけないでしょっていうのが私の、まあ、本心っていうか大直感だったんですよね。実際その、まああの方にお会いしたこともあって、その人柄をね、私はしし少し感じたことがあったんで、やるわけないでしょうって思ったんですよ。で、その後、今は何年経った ?7 年ぐらい経ったんですかね。だいぶ考え方が変わりました。とやる人はいると今は思って、 いますその事件が起きたのが2016年でその頃に、えー、人間の騎士よりも AI ソフトの方が強くなってた。以後は少し後ですね。その少し後ぐらい、2017年ぐらいにアルファ号が出て、で、その後、私たちが普通に使えるものが出てきて、1、2年経ったらもうスマホでめちゃくちゃ強いソフトが使えるようになったわけですよね。そうすると、まあ、カンニングがまあ容易に行えるようになったわけです。一番やりやすいのは、 オンライン対局ですね。ネット対局。今一番人が集まってるオンライン対局場といえば野狐爪号だと思いますが、まあ本当すごい確率でそれをやる人がいると。で、僕らがそのプロが練習してる時におかしいなって思うことがあるわけだから、それぐらいの強さの人がやってるということは間違いないですね。私の体験で言うと、野、え、狐、ー、だとね、九段に だいたいみんななるんですよ。あの、陰性も九段までなりますし、アマチュアでもかなり強い方なら九段まで行くと思います。で私は実名でない ID を作って段を上げていったりするときにですね、なんか7段とか8段とかで打ったときに、まあ普通だったらもうだいぶ西とか置かせるような相手なんだけど、もう全く行っても、なんていうの、握手がないし、もう手も足も出ないで、もう負けることが、 あるんですねで。おかしいな、みんな強すぎるなって思って、私は打ってたんですけど、いやいや、あの、使ってるよ、それはって言われたことがあります。あ,あ、そっか、そういうもんかってで。だんだん、そのいうことを体験していくと、もう、感覚が変わってきますね。あの、やるものだ。やる人は普通にいるっていうことにだんだんなっていきます。えー、最初はもう本当に、ある程度、囲碁が強い人だったら正しい心を持っていて、そんな、 ズルをね、して、勝とうなんて、するわけないだろうって、本当に、本心からそう思ってたんですけど、えー、まあ、やる人は、いるんだな。魔が差してしまうのか、もう気にならないのか、そういうことが平気なのか、本当に、まあ、いろんなタイプの人がいますし、悪いことする人はいると、今は、まあ、思っていますね。で実際に、私はオンラインで、 ま指導をしています。20人ぐらい生徒がいるんですけども、ネット道場って言いますけど、その中でも、何回か、えー、うん、これはちょっとおかしいな、さすがに強くなりすぎてるなっていうことがあって、で、問いただしたら、認めたっていうことが実際にありました。で、私以外の例で言っても、そのネット対局で、まあ、プロが指導していて、離れたところにいる子供が、ぐんぐん伸びて、勝ちまくって強くなったなって、すごい、先生喜んでいたら、 実は全部カンニングだったという話が、まああります。ええー、まあそうですね。うん。これは本当に深刻な問題だと思っています。本当に何かちゃんと対策をして、それを、が起きないようなシステムにしなければいけない。ネット対局だけならまだいいんですが、オンラインじゃない、実際の対局、え、プロの対局でも、えー、韓国では、プロ試験に、何だろう耳にテープを貼って、アドバイスが聞けるような、 えー、不正がありましたよね。でこれも、もうどっかで、こっそり、スマホを見れる人だったら、もう瞬間的にさ、いい手が見、見れてで、それをちょっと教えてもらったら、もう、もう、めちゃくちゃ強くなります。もう、勝てます。それはもう、即勝てますよね。えっ、ー、と、天才少女が、やってしまって、1年間、体力を休まされたっていう事件もありましたし、えー、この罰がね、どれぐらいを、重くするべきかというのも、 議論のね、大事なところだと思いますけど、えっと、中国ではトップ騎士がカンニングをしてるということを、まあ、周りのチームメイトが告発して大事件になりました。これはですね、結局は証拠がないのに言いがかりをした、逆に罰せられたというような形になったかと思いますが、え私の感覚で言えばですね、これだけの 地位にある人がそういうことを発言するってことは、これ、ある程度、語が強い人ほど、や、相手がやったことってわかるんですよ。おかしいなって。この強さおかしいなって。強さの感じも違うんですよね。ただ、相手が考えていい手を打ったのと、全く異次元の手を打たれた時とでは、AI の手を打たれた時とでは、もう全く感じが違うんで、これは強い人ほどわかると、私は思います。強い人ほど相手に、その、 使われたなっていう感じはわかるんですよ。また、ネット対局で頻繁にそういう訓練をしてる人は敏感になりますからね。AI を自分で普段も使っているって AI の、AI の手をいっぱい見ているし、AI と対戦もすることもあるかもしれないし、あの、AI を使われた時に感じます。強い人ほど感じると思います。よく使っている人ほど感じます。だから、やったらバレます。 これは証拠がつか出せないだけで、証拠を出すことは大変なんですね。これやったっていう、これはやってませんって、白を切られたら、これは本当に尻尾を捕まえる方法はなかなかないんです。ないです。それはすごく難しいんです。だけど、やったってことは、感じで、すごく感じるのでわかると思います。だから、表だっては言えないけど、あの人ちょっとおかしいよね、とか、 その実際の対面する対局で相手が何しろ、まあ、一瞬でもスマホをどっかに隠し持ってトイレとかで見たらめちゃくちゃ強くなりますからね。もともといい勝負なのにそれをちょっとやれば最初から最後までやれなくたってね、その部分部分でちょっとやればもう本当に勝てちゃうので、本当にこれは悪魔の誘いというか、もう麻薬と同じだと思います。まあ、だからどうやってそれを防いでいくか、やる人は普通にいる。あの、 こんなことをするなんて信じられないとか、そういう段階ではもうないと思っています。やる人は普通にいる。えっ、ー、と、日本の囲碁、あの、プロ、棋士では幸いまだその起きていませんが、中国と韓国のようなことが日本でも起きないようにしなければいけない。人の良心に期待するのではダメだと思っています。えっ、ー、と、まずそうですね、私はその子供たちを指導していますから、これ私の、私の生徒が今、私、この動画を見ていたら、本当に、 心をして聞いて欲しいです。これは、絶対にしてはいけない。本当に麻薬と同じ。あの、ちょっと、割り切りでもなく、ちょっとやってしまった、いたずらごこでやってしまったでは、<coughs> すみません。全くすまない。これは、大好きで、本当に強くなりたいと思って取り組んでいたことを台無しにする行為で、これは、バレます。こっそりやれば、バレないだろうなんてことはない。いや、強い人ほどわかるし、 おかしいなって思うし、この人やってるなってな,なった時には、もう二度と友達にはなれません。もうこの人とは一緒にいたくないな、この人と合意したくないな、口聞きたくないなって、軽蔑されます。もう仲間にはなれない。仲間ではいられない。もう友達にはなれない。だから、本当にこれをやることは取り返しのつかないことなので、結果を出せば、勝てれば何でもいいっていう考えは本当に捨てましょう。こんな軽い気持ちでやれることではない。本当に許されないことだと思う。もし、 いたずら心でこれをやったことがある子がいたらね、そういう子は本当に反省して、二度とやらないようにしてください。これは本当に、囲碁が囲碁でなくなってしまうことです。それを使っていい手を打ったって、それは囲碁じゃないです。ということで、うん、オンライン対局では本当に防ぐことは難しいですよね。うん、顔が見えない。私の道場は顔をカメラで映しながら対局しますからね。それでも、 まあ、起きちゃうわけです。顔をじーっと見たって、そんなにはね、先生それをばっかり気にしてるわけにいかないし、疑い続けてるのは嫌です。本当に疑いたくなんかない。えっと、現在は、えっと、プロの対局では最初にスマートフォンとか、その遠隔操作につながるもの、Bluetooth のイヤホンとかそういうものもですね、小さいミニロッカーに鍵をかけて預けるということになっています。それプラス、時々抜き打ちで荷物検査が行われます。 その時に、私なんかも一度検査された時に、うっかりここに何かが入っちゃってたらどうしよう。普段持ち歩いてるカバンだったので、その中に普段使っていて遠隔機能があるものが入っていたら、それで即負けになってしまうので、本当にこれは心臓に悪いし、対局中になんかこう、中断、思考が一旦リセットされたような感覚になって、すごく辛かったことはあります。本当に仕方ないけれども辛いということはありました。あとはですね、 世界線なんかはオンラインでやられていたので、立ち会い人が監視役としてすぐ対局者の近くで常にいて、トイレに行くときはカメラを持ってある程度こう、それをチェックするようなこともやっていたし、金属探知機をポンポンポンって当てて、まあやってたりしました。これは一曲を何人かのスタッフで見て、で、ビデオカメラも対局室にこう何個か置いてっていうことで監視ができるんですが、普段行われてる 予選の対局は本当に対策難しいです。同時に30局ぐらい打ってたりするので、で、フロアも5回、6回、7回ぐらいまでの広範囲にやってますので、これを全員をトイレに行くたびに付き添いをするような感じで行うのはなかなか大変なんで、できれば、その金属探知機が、そのトイレを通るときにそれが、 置いてあってなるとかね。でも、スマートフォンじゃない時にもなってしまったりとか、いろいろそのね、これは詳しい方がいたら本当にアドバイス、<laughs> 意見教えてほしいんですけど、何かもうちょっと厳しくした方が、まあ完全に防げるという点ではいいのかなと思ってます。そんなふ,ふうに、えー、人は AI カンニングをすることがあるという目で見るようになりますと <laughs>、これ昨日のね、私の、えー、10秒実況した 基本資格間違えちゃって5ですけど、相手のね、一致率をちょっと調べてみて見たりします <laughs>。で、えー、っと、特にですね、このあたりからですね、ここの片付きから、ここの桂馬を打って、うん、この最後ね、この右上の白をしのぐ場面ですねで。私は10秒でこの状態なら、まあまあ結構生きるか死ぬかいい勝負かもしれないぐらいに思っていたんですけど、 この片付きから、この桂馬から、結構ブルーポイントを連発されているんですよね。で、ここの切りから、まあ、下がりを打っての、この一軒飛び、うん、な、あたりまですごく鮮やかにしのがれたなと思っていて、その、特にこの、 ですね。この、ここに肩を作っては、私はちょっと予想できなかった。ちょっと見えない。私には見えない手で、ここ、ここ肩ついて、こっちの肩をついてから、で最後のこの、ここに一見飛んだ手ですよね。これもちょっと私の読みにはなかった手ですね。こういう手を連発されたので、うん、ちょっと怪しいかもって思っちゃいますね。こういうふうに。まあ、この後は私が基本しかつ間違えちゃってるので、そういう、あの、負け惜しみを言って、 ってる、もうしょうがないんですけども。で、こういう感じでですね、一致率を最近のソフトでは見ることができます。この一致率の話も、どれぐらい信憑性のあるものかを私は分かってないんですけども。で、こうちょっと調べると、相手が88%と92%とか出ていると、あ結構、その、有限の間の7段でこんなに一致するものかなとはちょっと思いますので、 で、私もでも自分が80%、73%ある。基本しかつ間違えた人にしてはちょっと一率が高いかなってちょっと思いましたので、まあ全然これが怪しいとか言いたいわけではないんですが、でもこういう目で、もし皆さんがね、この、この後もしかしたら相手が AI を使って私をボコボコにしたということだったら、そういう目で一回この昨日の実況を見ていただくと、逆に面白いかもしれないです。その,その悩んで見ながら打って、 打ってる私の姿が滑稽に見えて面白いかもしれないので、それはちょっと試してみてください。あの、私の妻は大笑いしていました。はい。ということで、今回は AI カーニングの話をちょっとしてみました。えー、なかなかシリアスなテーマなので、なかなか、まあ、難しいところなんですが、大事な話だと思っています。ということで、えー、皆さん、今日も楽しい一日をお過ごしください。囲碁騎の三村智康でした。ご視聴ありがとうございました。